ムアンコーン県軍は、台東北部、コーン県県にある軍である。コーン県県の県庁所在地でもある。バーン、マカームという村があったが、大きなタマリンドの木すなわちマカームがあったが、神材すなわち県が見えていたにもかかわらず、霊源があるとされ信仰の対象になり、枯れた後も仏塔も作り保護された。そこで、この地はカーム県と呼ばれたがこれがなまってーン県と呼ばれるようになった。 日本語では、コーンーン、コンーン、コンケ,ン,コン,ケンなどとも表記されている場合がある。1783年、ラーチャクルールワンと呼ばれる人物が330人の人民を引き連れ、現在のバーアンパイ軍に移住してきたのが始まりである。この後、町の中心は、現在のコーンケンに移った。かつては、プララップ軍と呼ばれていたが、1938年、 県名と県庁所在地の名前を一致させるという政府の政策によりムアンコーン県軍と解消された。1959年から1963年にかけてタイの首相であったサリット・タナラットはコーン県を東北部におけるモデル地区とし、大学を創設するなど積極的に開発を行った。このためコーン県はイーサーンでも有数の都市となっている。 ポーン川と地位川が軍の東部で合流する、首東部などが若干山地になっている田はおむね前述の川が形成した平坦な地域にある。交通は鉄道が南北に通っており、北のノオンカーイやウドオンターニーなどと通じており、南はナコオンラーチャシーマーと通じている。またこの鉄道に国道2号線が並行して走っている。東には国道208号線、 国道209号線が伸びており、前社は、マハサーラカームと後舎は、227号線と接続し、ローイエット県と213号線と接続し、サコンナ、コーン県と213号線、2042号線と接続し、ムックダーハーン県とを結んでいる。なお、軍北西部にはコーン県空港がある。軍内の主要な産業は農業である。また、軍北部には、 東北部工業振興センターがあり、工業都市としての性格も持つ。軍内には18のタムボンがあり、その階に267の村がある。また2つの自治体が設置されており、以下のようになっている。また、軍内には16のタムボン養成体が設置されている。タムボン内アン、タムボンサムラーン、タムボンコークシー、タムボンタープラ、タムボンワントゥン、タムボンムワンカオ、タムボンプララップ。 タムボンサラティタムボンバーンは、タムボンバンコ、タムボンデンイアイ、タムボンドーンチャン、タムボンドーンハン、タムボンシラー、タムボンバンペット、タムボンノーントゥーン、タムボンブンニャム、タムボンノーントーン。ありがとうございます。